始まりましたダート競馬ジャパン、横山ルリカです。今週の解説はこちらのお二方です。まずはデイリースポーツの村上秀明さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてもう一方は競馬ブック南関東版のジョーカー八重樫さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあジョーカーさん、はい、前回ご出演の反響いかがですか。はい、フォロワー数が100近く伸びまして、すごい反響の大きさに驚きました、うんうん、またですね、めいっ子のあかりちゃんがこの番組を見てくれたということで、あかりちゃん、高おじさん頑張ってるねと、はい、激励の言葉をいただきました。いや、ほっこりしますね。嬉しかったです。嬉しいですね、はい、ありがとうございます。そして村上さんは久々のご出演ですが、はい、前回外れてしまったんでね、うん、もう呼ばれないかと思ったんですけど、とんでもございません。またもう出演をいただきましたので、はい、今日は頑張りたいと思います、はい、リフレッシュ放牧で期待しております。はい、さあまずはこちらのコーナーです。先週番組で展望したレースを振り返ります。まずは13日水曜日、川崎競馬場で行われました若武者賞です。コルベットが競争除外となりまして、出走馬は7頭でした。1番人気は先週の辻井さんの本命アジアミッション、2番人気は藤田さんの本命グラッシーズマン、3番人気はパンセでした。ではレースを途中から振り返っていきましょう。さあジョーカーさん、グラッシーズマンが先頭に並びかけていきますね。はい、スタートから100メートルが5秒8、その後1ハロンが11秒6、1コーナーまでの入りがかなり早かったんですね。流れた競馬なんですけれども、グラッシーズマン、逃げ馬を4コーナーで捕まえに行きます。手前を変えるとぐんと反応して、ここから突き放しにかかりました。2戦2勝で重賞制覇、勝った林元球者は重賞8勝位、和田ジョージ騎手とは騎手時代に同期ということで、めでたい一戦だったと思います。グラッシーズマンがデビューから2連勝で重賞初制覇。払い戻しは2番人気、3番人気、1番人気の順で、3連単は2540円でした。続いて14日木曜日に行われた戸塚記念です。先週のお二人の本命ヒーローコールが単勝 1.4 倍の1番人気、2番人気は南西ホワイト、3番人気はお二人の対抗マンダリンヒーローでした。ではレースを途中から見ていきましょう。村上さん、早くもヒーローコール先頭ですね。そうですね、ちょっと見てて早いかなと思ったんですけども、なんか力が違うといった感じで、もうぐん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 差を広げていってしまいますよね。やはりこれで最後は6馬身差、マンダリンヒーローが伸びてくるんですけども、6馬身差ですよね。やはりミックファイヤーに次ぐ世代ナンバー2の座はこの馬だということを明確にしましたよね。でこの後は順調ということで、ダービーグランプリへ行く予定だということなんで、ミックファイヤーとの再戦が楽しみになりました、はい、圧倒的な人気に応えたヒーローコールが重賞4勝目をマーク。払い戻しは1番人気、3番人気、7番人気の順で、3連単は3700円でした。村上さんは馬券はいかがでした、はい、今の戸塚記念なんですけど、はい、ヒーローコールとマンダリンヒーローで硬いと思ったんで、うん、3着はと思って、当日内側をしてます阪神タイガースが、はい、マジック1というあれに向かってマジック1だったんで、なんかいないかなと思ったら、他の記者がタイガーがいますよと、うん、タイガーチャージを3着にしたら、なるほど、なんとハマってしまいました。じゃあ、はい、あれでこれでということで、少しあれくなって素晴らしい、はい、ジョーカーさんはいかがですか。はい、私個人的にはヒーローコール絶対勝負レースでございまして、バッチリいただきました。あ、素晴らしい、はい、ありがとうございました。じゃあもうバッチリこれでザックザックでございます。あ、ザックザックで、はい、お見事です。いや、ちょっとお二人が結構ね、会心の的中なんですけども、私はもう買ったまんま帰ってきました。はい、回収率 100% ということで、 ありがとうございます。よろしくございます。そういうことにしておきたいと思います。はい、まずは、まずはじゃない、ここまでは1週間を振り返りました。続いてはこちらのコーナーです。さあ展望コーナーです。
今週は3つターゲットがございます。まずは20日水曜日、浦和競馬場で行われます G3 テレタマ杯オーバルスプリントです。さて村上さん、このレースの位置づけいかがでしょうか。はい、浦和の 1400m という、ね、独特なコースなんですけども、この先南部杯であったり JBC スプリントであったりという大舞台へ向けての、一つの重要なレースだと思います。うん、ありがとうございます。では枠順を見ていきましょう。さあメンバーご覧になって村上さんいかがでしょうか。そうですね、とにかくまあ今絶好調スマイルウィー船橋の馬ですね、はい、これが初めてのダートグレード制覇へというところが注目です。うん、このスマイルウィーに対しての JRA 勢という図式でしょうかね。はい、ありがとうございます。では参考レースご覧いただきましょう。まずはスマイルウィーンが2着だった佐喜多摩杯です。はい、もう早め先頭立ってしまうのはこの馬いつもなんですけども、まあ、今回も余裕を持って、先頭に立ったわけですけどね、シャマルがちょっと競争中止する番狂わせがあったんですけども、まあ、なんとか押し切るかと思ったんですけど、まあ、イグナイターの最後勝負根性が勝ったという感じですけども、まあ、まだまだこのコース得意だなというところを見せましたよね。続いてはラプタスが勝った兵庫ゴールドトロフィーです。はい、ね、苦しい展開にはなったんですけども、最後までしぶとくこう足を使ってきます。さすがにこういう交流重賞を5勝しているだけの馬ですからね、こういう小回りも得意なんですよね。もう最後まで、しっかり最後シャマルが伸びてくるんですけども、これをきっちり捉えて、まだまだ衰えてないなというところを見せてますね。次はドライスタートが2着だった柿つばた記念です。はい、名古屋競馬場でした。外の3番手を追走、持ったままで4コーナー先頭に並びかけていきます。この手応えでしたら、突き抜けるかという感じだったんですけれども、ウィルソンテソーロ、その後ろにいたウィルソンテソーロにこうマークされる形になりました。最後は壮絶な火の出るような叩き合い、わずかに鼻差敗れましたけれども、レコード決着ということで内容のある競馬だったと思います。こちらはオーロラテソーロが4着だったクラスターカップです。はい、コースタートから促しながらの外4番手を追走しました。逃げるドンフランキーを果敢に追走して一旦は2番手に上がります。ただここでちょっと伸びを変えてしまって内からリメイク、ドンフランキーの逃げ粘り、そして龍の雪菜にも内から救われての4着なんですが、龍の雪菜とは首差の3着ということで、しぶとさは見せたと思います。今回につながる内容だったと思います。参考レースご覧いただきました。ではお二人の印を見ていきましょう。こちらです。村上さんの本命はスマイルウィー、対抗がラピュタス、黒三角がドライスタウト、白三角はオーロラテソーロ、クラティアラ、リコーシーウルフの3頭、そしてジョーカーさんも本命はスマイルウィー、対抗がドライスタウト、黒三角がオーロラテソーロ、白三角はアポロビビ、ラプタス、テイエムサウス団の3頭です。さあお二人の本命スマイルウィーについてお話を伺っていきたいと思いますが、まずは村上さんからお願いします。はい、そうですね、もうとにかく今絶好調ですよね。うん、前走の川崎のスパーキングサマーカップも早め先頭だったんですけど、今回も天乗りだった吉原騎手、まあ、もう腕もあるんですけどもきっちり抑えましたね。相手にも恵まれたところもあるんですけども、まあ、直後に張田調教師はこれからもうダートグレード中心で狙っていくと言ってましたので、はい、まあ、さらなる成長が、ね、期待できますし、うん、まあ、とにかくこの浦和コースの専用というのも実績のあるコースですし、さっき玉杯は2着に惜しく負けてしまったんですけども、もう勝利は時間の問題で、ダートグレード勝てるのは時間の問題だろうという気がしています。これ抜け出した時にドライスタートがこう迫ってきそうな今ちょっと浮かぶんですけど、はい、どうでしょう、ポジション的にはいかがですか。うん、そうですね、もうこの馬は逃げなくてもいいですし、うんうん、まあ、自由自在にさばいてこれますし、うんうん、ね、安城も2度目なので、はい、吉原騎手重賞勝ちまくってますからね。うん、そこはもう期待したいと思います。大丈夫だろうと。はい、そしてジョーカーさんも本命ですよね。はい、はい、スマイルウィー、ここは負けられない一戦になったと思います。うん、前走のスパーキングサマーカップの時の追い切りの動きが
万全とまではいかなかったんですね、はい、もう少し良化の余地があるという感じだったんですけれども、今回、ジョエルと合わせてって外に合わせたんですが、もう行きっぷりから近かったんですね、うんうん、上がりはサンハロン36秒2という好タイムを楽々とマークした、間違いなく前走以上の状態で臨めるということ、はい、萩田調教師にお話伺いました、はい、言葉は少なめなんですけれども、自信に満ち溢れてたと言いますか、もうここは通過点、もう次のステップにもう頭がいってるような感じでしたからね。そういう印象を受けたんですね。受けたので、うんうん、相当なものがあると思います。おー、なるほど、はい、これはちょっと期待できそうです。そして村上さんの対抗がラプタスですね、はい、そうですね、ラプタス7歳になったんですけども、まだまだ元気いっぱい、はい、まあ、今回休み明けになるんですけどね、とにかく実績的に交流重賞5勝ということで、はい、小回りコース得意、ドライスタウトとの比較でどうかなと思ったんですけど、ドライスタウトはちょっとね広いコースの方が向いてるかなと思ったもので、なるほど、まあ、このように兵庫ゴールドトロフィーもうまく一番枠をねさばいて抜け出してきてますし、まあ、本当に小回りコースうまいなというところで、まあ、こちらを相手の一番手に挙げてみました、うんうん、休み明けでも走れる馬ですね。そうですね、はい。そしてジョーカーさんはラプタスは白三角の評価ですね。はい、今回黒筆賞以来3月以来のレースになるんですね、はい、6ヶ月ぶりということでブランクが長くなりました。また浦和の 1400m の2番枠ということで、スタートの早いスマイルウィーですとか外からにちょっとかぶされるような競馬になるとどうかなというところがあると思うんですね。そこで私は抑えまでの評価にさせていただきました。なるほど。そんなジョーカーさんの対抗がトライスタウトですね、はい、はい、まだキャリア8000の4歳馬、2021年の全日本2歳優秀を優勝しています。フェブラリーステークスは今年4着ということで若干不利をこうあったんですけれども克服しての4着でした、はい、今回間隔は空くんですけれどもね、4ヶ月半ぶりになるんですけれども、うん、こちらも、下月ステークスの時が確か半年ぶりだったんですね、はい、そういうのを考えれば鉄砲は問題ない、久々問題ないということ、やはり54キロで出走できるというのは大きいですし、そうですね、4歳馬の秋まだまだこれからということ、注目の一頭だと思います。うん、スムーズな、ね、競馬がしたいかなという馬だと思うんですけども、はい、今回内目の枠ですけど、まあ、前に行きたい馬を生かせれば、はい、外を出せるって感じですかね。そうでございますね、器用さを兼ね備えている馬ですし、どこからでも仕掛けられるこう機動力もあります。前走を見ても4コーナーの手応え、ああいう競馬ができますからね、スマイルウィー、やはりライバルはこの馬ではないでしょうか。わかりました。そして村上さんは黒三角評価ですね。全日本2歳優秀川崎で勝ってるんですけども、当時は川崎のマイル戦、まあ、今回浦和の1004通の独特な舞台だと思って、ちょっとこの馬には忙しいかなというところで、印を下げたんですね。なるほど、コース適正というところでどうかということですね。そしてジョーカーさんの黒三角なんですが、オーロラテソーロ、はい、なんといっても今回川田騎手が騎乗するということで、はい、一躍注目の的になりました、うんうん、前走のクラスターカッパー確かに4着最後の伸びを欠いてしまったんですけれども、浦和の 1400m の外枠かぶされないという競馬ですよね、はい、この馬の、構想パターンが外の2番手3番手、そこから抜け出してくるというレースがパターンになります。この時のレースも大外枠から外追走、砂をかぶらずスムーズに立ち回るとポテンシャル存分に引き出せる馬ですからね。ここは外枠川田騎手注目、3番手に押させていただきました。ちょっと湿ったらなおよしって感じですかね。おっしゃる通りでございます。ありがとうございます。なるほど。そして村上さんは白三角ですね。そうですね、うん、まあ、経験もまだ少ないんですけど、重賞に入ると今一歩という内容が続いてるんで、今回川田騎手とのコンビで、新たなコンビで新しい面が出るかなというところで、うん、まあ、注目したいですね。わかりました。そして村上さんから一頭白三角で挙げるとすればいかがでしょう。はい、一番地元のですね、はい、クラティアラですかね。クラティアラ、はい、スピーディーキックを管理する藤原調教師のもう、これからの期待の一頭とおっしゃってますし、まあ、これが強いところとどんどん当てていきたいとも言ってましたのでね、はい、ここは相手は強いですけども、どんな今後に向けていい経験を積んでほしいなという思いも込めて、うん、
白三角をつけてみました。わかりました。ジョーカーさんは白三角から1頭を挙げるとすればいかがでしょう。はい、同じく浦和国母厩舎からアポロビビを、一番手に押させていただきました。はい、クラスターカップで馬体重減らしたんですけれども、野田に、帰ってきてから日ごとにこう体を戻しているということなんですね。入念な乗り込みが目立つということ、直前の最終追い切りでは時計の出づらい野田トレーニングセンターで37秒台という時計をあっさりとマークしました。躍動感のあるスピード感のある動きには上体面の上積みここに来てぐんとアップしていますから、もし仮に前がガンガンやり合うようですと、はい、先玉杯4着、そこへの一押し可能かもしれません。これ展開がはまったらちょっと面白そうですよね。はまるとちょっといい足使いますからね。アナトーの方は注目だと思います。はい、はい、いやこれね買い方結構皆さんも悩んでると思うんですけども、村上さんはどうやって買いますか。はい、そうですね、もうスマイルウィー1着勝つということで。お、1着、はい、うん、3連単で1着固定で2着に対抗黒三角、はい、で、3着に白三角さんとということで行きたいと思います。もう一着固定スマイルウィーで、そんなに大きくはね儲けられないとは思うんですけどもね。でもラプタスとかがまあ2着に来れば配当的にもかなと思うんですけど、うんうん、はい、なるほど。ジョーカーさんは馬券の買い方いかがですか。はい、私は負けられない一戦になったと思います。スマイルウィー3連単頭固定でいきます。頭固定、はい、1着に3番、はい、スマイルウィー2着に3着に4番のドライスタウトと9番のオーロラテソーロ、うん、この2点ですね。あ、3連単結構絞りましたね。3-4-9、3-9-4、ジョーカーさんアポロビビは買わなくて大丈夫ですか。ですね、アナトーの方は1票100円券でいいので抑えていただきたいんですけれども、はい、もうでもがっつり絞る方は絞ればもうこの2点だと思います。なるほど、はい、穴狙いの方じゃあビビちゃんもちょっと入れといて、大穴狙いの方アポロビビ本当に1票でもいいのでそうですね、ぜひ入れていただきたい、はい、ちょっとご自身は、まあ、買い目にはなかったですけれども、まあ、3-4-9、3-9-4でまとめたいと思います。はい、はい、まあ多分ドライスタートが当日一番人気になるかなと私は思ってるんですけれども、はい、その中でお二人はねスマイルウィーが一着固定ということですから、もう視聴者の皆さんにはぜひこの印をねご活用いただきたいなというふうに思います。美味しい配当いただきたいですね。いただきたいですね。七波乱の大バル決戦、お二人の予想を参考にぜひレースをお楽しみください。続いては20日水曜日門別競馬場で行われますサンライズカップです。ジョカさん、はい、このレースの位置づけいかがですか。はい、ブリーダーズゴールドジュニアカップからつながる北海道の2歳の中距離路線の、一戦になります。はい、JBC2 歳優駿がやはり大目標、またその先全日本 2歳優駿が、最後の砦になるんですけれども、南関東にゆかりのある重賞なんですね。過去の勝ち馬ではハッピースプリント、ですとかタービランス、東ウルウィン、ティーズダンクと、そうそうたるクラシックで活躍した馬がこう優勝しています。本当ですね、見逃せない一戦だと思います。はい、ありがとうございます。では枠順見ていきましょう。メンバーご覧になってジョーカーさんいかがですか。はい、前哨戦となったブリーダーズゴールドジュニアカップから5頭出走してきました。その5頭のうちの 1,2 着が、まやはり出走してきたということで、再戦模様なんですけれども、はい、あとは別路線となったパッションクライあるいはインテンシーボ、このあたりがどのような競馬ができるか、そういう図式になっているかと思います。ありがとうございます。では参考レースご覧いただきましょう。まずはブラックバトラーが勝ったブリーダーズゴールドジュニアカップです。はい、逃げるカプセル目いっぱいの、競馬だったんですけれども、直線ではセーフティーリードかなと思ったんですが、ブラックバトラー内々で厳しい追い通しになるような流れを一貫歩ごとに伸びて、最後は豪快にダイナミックに突き抜けました。2戦2勝で、重賞制覇、持ち時計を大きく更新しての優勝でした。
続いてはカプセルが勝ったウィナーズチャレンジです。はい、前2着に敗れてしまったカプセルなんです。ここもにもう逃げますね。逃げて一旦はこう2着馬にかわされるんです。完全にかわされたんですけどもね、ここからもう一踏ん張り、内からしぶとく勝負根性、なかなかのもんです。まあ、これを差し切ったんですから、先ほどのブラックバトラーは相当なもんだとは思うんですけども、まあ、カプセルもマイペースの逃げが打てればまだまだというところですね。次はパッションクライが勝ったクンツァイド特別です。はい、今 の, あのカプセルに、まあ、子供扱いされてしまったような感じだったんですけども、パッションクライここではきっちり雪辱してきます。まあ、相手にも恵まれたところはあるんで、今回またカプセルと強豪相手にどんな競馬をするのか、そうですね、注目ですね。最後はインテンシーボが勝ったアタックチャレンジです。はい、 2連勝を決めた一戦なんですけれども、逃げ行ってから前走は徐々に進出する中身の味のある競馬をしました。お兄さんのトランセンデンスがサンライズカップ5着、2021年は大井の羽田杯を優勝しています。一本筋のトーターケットを使いながら着実に成長を感じさせる走りを見せています。ダイナミックな走法は兄譲りではないでしょうか。サンライズカップの参考レースをご覧いただきました。ではお二人の印を見ていきましょう。こちらです。村上さんの本命はブラックバトラーですね。はい、2連勝2戦2勝ですね。先ほども見ていただいたように末足が相当長くいい足を使います。その勝負根性、大物感が十分ですよね。こちらからいきたいと思います。で、まあ、相手は別路線インテンシーボ、こちらもレースっぷりなかなか距離伸ばしてから安定してますんで、いい勝負になるかなと思います。あとは逃げるカプセルですね。相当しぶといですから、この3頭を中心にいきたいと思います。ありがとうございます。そしてジョーカーさんも本命はブラックバトラーですね。はい、田中順次厩舎3頭出しの1頭なんですけれども、デビュー戦が440キロ、前走で450キロ、農研が430キロで1戦ごとに10キロずつ馬体を増やしている、成長しているのは間違いないというところで、ここはカプセルの逃げ、それを追いかけるブラックバトラー、この図式になると思うんですね。その中でもブラックバトラーがやはり3戦3勝で JBC2 歳優勝、あるいはその先を見据えての競馬ということを勝って、先につなげたいところだと思います。はい、ありがとうございます。ご覧の印ぜひ参考になさってください。最後は21日木曜日、大井競馬場で行われますゴールドジュニアです。ジョカさん、はい、このレースの位置づけいかがですか。はい、南関東の2歳重賞の3戦目となります。はい、ワンタンの 1200m で行われるのは初めてということで、ここに向けての短距離ランナー、まあ、スプリンタータイプが揃ったという一戦でしょうか。ありがとうございます。では枠順を見ていきましょう。メンバーご覧になってジョーカーさんいかがですか。はい、スピード自慢が揃ったと思います。タトースの競馬初めての馬が多いということで枠順注目だったんですけれども、はい、南関東4乗各乗から、素質馬が揃いましたからね。先々ここからアランバローズのようなクラシックを賑わす馬が出てくるのか、はい、注目の一戦になりました。楽しみですね。はい、では参考レースを見ていきましょう。まずはスピニングガールが勝ったニューホープ特別です。はい、ショートオスになったんですけど、まあ、デビュー戦同様ですね、刺す競馬で、伸びていきます。この時持ちタイムを1秒詰めましてね、まだまだ伸びる感じで、なかなかレースセンスも良さそうですし、今回も逃げ馬が多いんでね、と展開的には恵まれそうな感じがしますね。続いてはマローネアバンティが勝ったフレッシュスター特別です。はい、こちらは一転してデビューから逃げて2連勝なんですけども、とにかく1分13秒1、2戦目で時計は詰められなかったんですけども、この時計はなかなかのもんですよね。まあ、今回も逃げ馬が揃って展開的にどうかなとは思うんですけども、今回かなりの大物だと思います。こちらもマローネアバンティ完勝ゴールイン。
続いて当選ビオラが勝った新生特別です。はい、逃げるモンゲースパイを行かせて外の2番手でした。3、4コーナーでちょっと手応えが怪しくなったのは一波論が11秒台とちょっと早くなったためなんですね。それを克服して最後は突き抜けて独走に持ち込みます。その前、アムクラージュに負けたレースから時計を大きく更新しての勝ち優勝でした。最後はクルマトラさんが勝ったハイビスカスデビュー2歳シンバです。はい、スタート出たなりで花に立ちました。ぐんぐんとスピードに乗る競馬、マッチレースに持ち込ませず2着には2秒差、3着には4秒差。スタートからの2波論目で11秒4、3波論目が11秒7、上がりは35秒の4ということで、かなりのスピード能力を秘めていると思います。ゴールドジュニアの参考レースでした。ではお二人の印を見ていきましょう。こちらです。村上さんの本命はマローネアバンティですね。はい、とにかく、ね、スピードが一級品だと思います。1分13秒1も優秀ですし、まだまだ追えばいくらでも時計も詰まる感じですね。まあ、今回逃げ馬が、ね、展開的にどうなるか分からないんですけども、こちらもかなりの大物だと思います。はい、で相手もスピニングガール、やっぱりレッセンスの良さで、相手の一投ですね。から船橋から車トラさんというのはなかなか未知の魅力が詰まった一頭なんで、これにも注目したいです。ありがとうございます。そしてジョーカーさんの本命は当選ビオラですね。はい、浦和国防里市厩舎からなんですけれども、やはり 1400m を経験したというのが大きな強みだと思います。また前々走の2着勝った馬がアムクラージュということで、相手が悪かった一戦、前走で時計を短縮したとなれば、ここは注目の一頭、車トラさんが相手になると思います。針田調教師曰く、花にこだわることはないからということで、外の11番枠を引いたのは好材料ではないでしょうか。スピニングガールもスピードは一線級のものがございます。はい、ありがとうございます。以上3つのレースを展望いたしました。今回展望したレースはグリーンチャンネル地方競馬中継でご覧いただけます。ぜひお見逃しなく。では今週の JRA インターネット投票を活用した地方競馬の発売日程です。水曜と木曜は即パッドで、土曜と日曜は即パッドと A パッドの両方で地方競馬を購入できます。 JRA インターネット投票で全国の地方競馬をお楽しみください。さてお送りしてまいりましたダート競馬ジャパン、そろそろお別れのお時間ですが、ジョーカーさん、はい、いかがでしたか。緊張しました。緊張しました。はい、2度目なんですけれどもね、やはりこのスタジオの、ね、雰囲気がピリッとしてますからね。あかりちゃんも見てますしね。あかりちゃん頑張ってるよということでございますね。はい、2回目ですよって、はい、村上さんもいかがでした。そうですね、今日は3個レースですかね、予想のは、初めてなんですけども、はい、ちょっと駆け足ってなってしまってあの予想がお伝え ちゃんとお伝えできたかどうか不安なんですけども、はい、はい、ちょっとね、まあ、なんとか当ててまた来れるように、うん、そうですね頑張ります。お二人の的中期待しております。はい、今日は村上さん、ジョーカーさん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。さて来週なんですが、金沢の白山大商店、そして船橋の日本テレビ杯、そして盛岡のオーロカップを展望いたします。3つのレース盛りだくさんです。ぜひご覧ください。それではダート競馬ジャパン、また来週お会いしましょう。さようなら。